こんにちは、原町接骨院久松です。今回は前回の続き、長時間使ってはいけない電気毛布の安全な使い方ということでお話しいたします。はい、前回の動画はですね、電気毛布、すごくメリットデメリットあるんだよということでね、お伝えしました。ただね、長時間使うと脱水しやすくなるから、それはダメだよということでね、お話ししました。今回はね、そういったものを加味して安全な使い方をご紹介いたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたは安全に脱水にならないように電気毛布使っていくことができます。ではお話しいたします。はい、まずですね、一番最初、寝る30分から1時間前にスイッチ入れるようにしてください。暖かい状態でお布団に入るようにしましょう。はい、そして、布団に入ったらスイッチを切るんです。スイッチ切って大丈夫かなってお考えになったかもしれないですけど、電気毛布、余熱があるので大丈夫です。はい。あったかい余熱入ってね、その間に冷める間に眠くなって寝落ちするはずです。ただね、もしね、寝つきが悪い方、どうしても使用する際は、30分で切れるタイマーをかけるようにしてください。一晩中ね、使いっぱなしはね、本当に脱水を起こしてね、体調不良を招きますし、睡眠の質もね、悪くなりますから、どうしてもですよ、使わないから、入れなきゃ入れない、越したことないですけど、どうしても使う場合は30分で切れるタイマーをかけるようにしてください。そして、四つ目が、朝起きるときなんですけども、朝起きる30分前にオンタイマーにすると起きやすいです。はい。もうね、朝起きるとき、暖かくなったらね、スッと布団から出れるようになりますから、もしね、オンタイマー、オフタイマーがあるだったらね、このね、二つの使い方をやってみるといいです。はい。ぜひそのようにしてね、安全に、電気毛布使って快適な冬の睡眠をできるようにしてみましょう。ということで今回の話もう一度復習すると、電気毛布は安全な使い方なんですけども、寝る30分から1時間前にスイッチ入れるようにしましょう。暖かい状態で布団に入るんです。そうして、布団に入ったらスイッチを切るんです。余熱があるので大丈夫ですからね。そうしてもしどうしても使用する際は、30分で切れるタイマーをかけるようにして使ってください。で、最後、朝起きる30分前にオンタイマーにすると起きやすいので、ぜひそのように活用してみましょう。ね、こうやってね、安全にね、電気毛布使えるようにしてみてください。そして、これをご覧のあなたが、ね、電気毛布以外でもね、もう自律神経の不調やその他の不調でお悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて、調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合、また外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またこのご時世移動して触られるということに対して不安がある場合は、自宅にいながらお体を改善できるオンライン遠隔整体というのを私やっております。私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら、下の概要欄をご覧になって、電話でも、メールでも、LINE でも、私にご連絡ください。そして、私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ。毎週日曜日22時ぐらいスタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ。週2回ライブ配信やっております。内容は、1週間の配信した動画の復習と、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そして、ライブ配信の最後では、いらっしゃる方全員で合同でお体を整えるオンライン遠隔整体合同版までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。